中国・台湾網高速鉄道は台湾省まで敷設すべき中国共産党による中共ウイルスの肛門スワブ検査インドで大規模停電中国共産党によるハッキングか米議員バイデン政権は中国共産党を国際犯罪組織として指定をポンペオ氏ブリンケン国務長官もジェノサイド進行中と認めている 最近、中共、中国共産党は台湾問題において、いわゆる新たな計画を打ち出しました。中共、中央国務院は2月末に国家総合立体交通網企画公用を発表し、各地方部門に対し、実情と合わせて真剣に実施するよう要求しました。 国家総合立体交通網企画公用は6つの主軸線で構成されるとしていますが、北京、天津、河北から関東、香港、マカオ主軸線に福州から台北までの支線が含まれています。同計画がネットユーザーの注目を集めた後、国体弁、中共中央台湾工作弁公室参加のニュースサイト、中国台湾網はこのほど、 高速鉄道は台湾省まで敷設すべきでこれはただ話すだけではないという評論記事を掲載しました同記事ではまた中国は基礎建設のプロであり台湾までの道路建設にも真剣に取り組んでいるとしまた両岸統一は歴史的な大きな流れでありこれは民進党が政策の壁をいくつ張っても阻止できないと称しました 台湾の自由時報はネットユーザーのコメントを引用し、また夢を見ていると報じています。実際、台北が北京の交通網構想に組み込まれたのは今回が初めてではありません。このプロジェクトは両岸の政治的な信頼関係に関わるものであるため、一般的にメディアでは実現の可能性が非常に低いと考えられています。次のニュースです。 先日、中共政府はアメリカの外交官に対して中共ウイルス、COVID-19 の肛門スワブ検査を行いましたが、これをめぐって米国務省は中国に抗議し、外交関係に関するウィーン条約とその他の外交規定に基づき、アメリカの外交官とその家族の尊厳を守ると要言しました。中共はその後、アメリカの外交官を対象としたこのような検査を今後行わないことを約束しました。 日本の時事通信社の報道によると加藤勝信内閣官房長官は1日一部の日本人から在中国の日本大使館に肛門スワブ検査を受け大きな心理的苦痛になっているとの報告があったと指摘し中共が肛門スワブ検査を行ったことについて北京にいる多くの日本人従業員がこれは侮辱であり人権と尊厳を侵害する可能性があると称しました。 これを受け日本政府はすでに中国外務省や北京当局の関係部門に対し中国が訪問検査対象から日本人を除外するよう採取方法を見直すよう求めていることを明かしました現在中国は日本の要請にはまだ答えていません中国のメディアは現在この類の検査方法を宣伝しており医療専門家の言葉を引用し ウイルスの痕跡が軌道よりも便のサンプルの中で長くとどまりよって感染の検出に効果的であると言いますしかし人々の前で下半身を露出することもあり中国人や外国人観光客に抵抗されています次のニュースです最近インドで最も人口の多い都市ムンバイで大規模な停電が発生し列車の運行が止まり株式市場が停止しました 中共ウイルス COVID-19 による深刻な課題に直面している病院は患者が使用している人工呼吸器を正常に作動させるため非常用発電機に切り替えることを余儀なくされていますニューヨークタイムズは2月28日ムンバイの停電は中共政府によるインドの送電網に対するハッキング攻撃の可能性があり インドが領土主張を過度に強調すれば全国で停電が発生する可能性があるというメッセージをインド当局に送ったものだと報じました同報道は最後にインドの軍事専門家もインド政府に対しインドの電力部門と重要な鉄道システムにある全ての中国製機器を交換するよう呼びかけていると報じました同報道の根拠はマサチューセッツ州のソマービル市のレコーデッドフューチャー社のとある調査です 同社は昨年6月中旬に中国とインドの兵士がヒマラヤ国境沿いで棒や石を使って戦い数十人の死傷者が出た時中国の悪意のあるソフトウェアがインド全土の電力供給の管理制御システムや高圧送電所と石炭火力発電所にアクセスしていることを発見したといいますレコーデッドフューチャー社の最高執行責任者は当時中印国境で激しく衝突していた最中に 中共当局が資金提供を行っているハッキンググループ、レッドエコーが、高度なサイバー侵入技術を組織的に使用して、インド全土の発電・送電インフラのおよそ十数箇所の主要な結合点に、静かな足がかりを得ているように見えたと明らかにしました。 レコーデッドフューチャー社は当時インド当局に調査結果を伝えていましたが今のところインド政府は外部に対して一体何が発生したかを明らかにしていませんしかしその後昨年10月13日ムンバイで異様な大規模な停電が発生しました当時インドメディアはインド政府関係者からの情報を引用し中国から近い電力負荷管理センターへの中国からのサイバー攻撃で停電が発生したことを明らかにしました ニューヨーク・タイムズは当時北京はこのような方法でインド当局に一つの警告を発したと報じましたもしインドがあまりにも積極的に国境の主張を押し通せばどんなことが起こるかを知らせる警告です最後のニュースですスコットペリー米下院議員は2月28日保守行動会議 CPAC でバイデン政権に対し中共を国際犯罪組織に指定するよう求めました 指定されれば今後、アメリカ企業が中共と取引することを阻止し、並びに米司法省が中共交換を起訴できるようになります。ペリー議員は、生きたまま臓器を強制摘出している中国共産党政府、人を強制収容所に入れる中国共産党政府を支持すべきではない。彼らはまさにアメリカと世界を破壊している。と述べました。 また新疆ウイグル自治区のウイグル人など少数民族に対する中国共産党の人権侵害臓器強制摘出犯罪アメリカ国内での知的財産の窃盗をメキシコを経由したアメリカへの麻薬輸入などを指摘しましたペリー議員はまたバイデン政権は中国人と中国共産党を区別する必要があると示し中国人も我々と同じように自由の空気を求めている 中共は悪者ででああり犯罪集団であるなぜ犯罪集団と付き合う必要があるのかと話しました討論に参加した英字大紀元の記者ジョシュア・フィリップ氏もこの言い方に賛同しましたこれとは別にポンペオ前国務長官は2月27日 CPAC 参加期間中に FOX ニュースのインタビューに応じ新疆地域での中教の迫害を非難し 中共がジェノサイドを犯していると確定しなければ世界は方向性を失うと述べました。さらにバイデン政権に対し中共に本当の代償を払わせる行動をとるよう促しました。ポンピョ氏は次のように語りました。これまでのところバイデン政権は混合したシグナルを送ってきた。私の公認のブリンケン国務長官もジェノサイドが起きていること、しかもまさに進行中であることだと認めている。 今何が起こっているかの事実をはっきり証明したので彼がそう言ってくれて嬉しいブリンケン氏は彼の判断として中共中国共産党はウイグル人に対してジェノサイドを行っておりそれは変わっていないと述べました しかし、バイデン氏の国連大使を務めるリンダ・トーマス・グリーンフィールド氏は、上院の確認公聴会で、全政権が関連する手続きを踏んでいなかったことを懸念し、この指摘を審査していると示しました。ポンピオ氏は、非官民族を滅ぼす目的で100万人を監禁し、強制的に不妊手術。 強制労働させ家族を切り離していることがジェノサイドではないとすれば世界は方向性を失ったことになるとフォックスニュースに語りましたさらに続けて中共によるウイグル人への迫害にはアメリカ政府が毅然とした対応をしなければならないとし1930年代以来の最悪の人権侵害に対応する責任は現政権にあると述べました ポンピオ氏はまた FOX ニュースに虚偽情報、知的財産権の窃盗、軍事力の行使などの手段を利用して共産党政権が法治と民主を破壊するための世界的なキャンペーンを行っていると伝えました。また、アメリカが外交、経済、軍事の分野であろうと、もしアメリカ政府に競争と対抗の準備ができていなければ、 中共はこれらの分野で強化を続けアメリカ人も世界中の人々も被害を受けるだろうと述べましたポンペオ氏は27日 CPAC 参加中に「イジ大紀元の番組「アメリカの思想リーダー」の独占インタビューを受け関係断絶デカップリングが起こることは間違いないと示しました さらに民主党であれ共和党であれ40年以上にわたり中国に関与することで中国の状況は改善されるだろうと考えていた中共はそれを利用してアメリカの雇用を奪い私たちがとても大切にしている多くのことを破壊したと述べました 今日嘅疫情最前线就到呢度，多谢各位收睇，守护真相绝对唔会放弃，我哋嘅坚守需要大家大力嘅支持，更加需要大家订阅我哋嘅 patron。我 Izack，下次再同大家见面。